2019年の WRC 開催国を示した世界地図。黒い点は各ラリーの本拠地である。2019年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第47回大会である。1月の開幕戦ラリーモンテカルロから10月のラリーカタルーニャまでの全13戦で争われた。最終戦として予定されていたラリーオーストラリアは 森林火災の影響でキャンセルされた。サポートシリーズとして、前線で WRC2 プロ、WRC2 が、数戦で JWRC が閉載された。ドライバーズ、コドライバーズ選手権のディフェンディングチャンピオンは6、連覇中のセバスチャン・オジェ、ジュリアン・イングラシア組、マニファクチャラーズ選手権のディフェンディングチャンピオンは、トヨタ・ガズー・レーシング WRT であった。 ドライバーズ、コドライバーズ選手権では、トヨタガズーレーシング WRT 所属のオイット、タナック、マルティン・ヤルベオヤ組が、初のタイトルを獲得した。トヨタのドライバーがタイトルを獲得したのは1994年の、ディディエオリオール以来25年ぶりであった。マニファクチャラーズ選手権では、ヒュンダイシェル、モービス WRT が2位のトヨタガズー。 レーシング WRT に18ポイント差をつけて初のタイトルを獲得した。2019年の WRC はヨーロッパ、中東、南北アメリカオーストラリアでの全14戦のラリーで争われる予定だった。しかし最終戦、オーストラリアは2019年9月より続く森林火災の影響から競技の安全性が確保できないと判断され、 開催直前の11月12日に中止が決定。大体開催も行われず、結果として全13戦のシーズンとなった。ラリー・オブ・ターキーが2018年の選手権に復帰した後、FIA は WRC カレンダーを2019年に全14戦まで拡大し、将来的には年間16戦とする計画を発表した。当初、 日本とチリでのラリーが2019年の WRC へ加わることが有力視されていたが最終的にラリージャパンの2019年の WRC 復帰はツールドコルスをカレンダーに留めるために却下された。日本とケニアは2020年の WRC 復帰を目指して2019年にテスト的なキャンディデートイベントを開催することとなった。2018年10月に ラリーチリが加わった全14戦の2019年カレンダーが正式発表された。チリでのラリーはコンセプシオンを本拠とするグラベルラリーとなる。2019年のルール改定により SS の合計距離が最長でも 350km に制限されたため、ラリーモンテカルロのルートは2018年と比較して 71.93km 短縮される。 ツールドコルスの主催者はルートを大幅に変更する計画を発表しており、2019年のルートは最大で4分の3が2018年と異なるものとなる。トヨタヤリス WRC ヒュンダイ I20 クーペ、WRC フォードフィエスタ WRC シュトロエン、C3WRC2019 年シーズンのエントリーリストは 以下の通りシトロエンはシーズンを通して2大体制で参戦する。シトロエンは、スポンサー契約が変化したことを参戦、台数削減の背景として挙げた。2018年、M スポーツフォードはシーズンを通して3大体制で参戦したが、2019年は、フル参戦の台数を2台に縮小し、3台目は、特定のラリーで出走させる。マルコム・ウィルソンは、 M スポーツフォード WRT のチーム代表を退き、M スポーツのより広い商業的活動に専念することとなった。公認のチーム代表には、リチャード・ミルナーが任命された。ヒュンダイは、ミシェル・ナンダンを更迭し、カスタマーレーシングマネージャーを務めていた、アンドレ・アーダモを新チーム代表として起用した。セバスチャン・ローブはヒュンダイから6戦に出走する。 セバスチャン・オジェとジュリアン・イングラシアは、M スポーツ・フォードを離れ、シトロエンに移籍した。オジェ、イングラシア組にとっては2011年シーズン以来の、シトロエン復帰となる。オジェのチームメイトとして、もう一台のシトロエンに乗るのはトヨタから移籍した、エサペ・カラッピ、ヤンネ・フェルム組となる。シートを得られなかったクレイグ・ブリーンとスコット・マーティンは、シトロエンを離れた。マッツ・オストベルグ、 トシテンエリクセン組は2019年もシトロエンのファクトリーチームに残留し、新たに始まる WRC2 プロクラスにシトロエン C3R5 でフル参戦する。テームス2年はオジェの事実上の公認として M スポーツフォードでフル参戦する。M スポーツフォードからはポンタスティデマンドオラフルエネ組が3代目として数戦にスポット参戦するが、 5月のラリードポルトガルでは、ガスグリーンスミスが3代目のフィエスタ WRC をドライブする。セバスチャン・ローブとダニエル・エレナは、ヒュンダイと契約を結び、2019年の6戦に参戦する。ローブ組は3代目の I20 クーペ WRC を、ダニ、ソルド、カルラス・デルバリオ組と共有する形となる。ローブ加入の結果として、ヘイデン・パットンは、WRC に、 シートがない状態で2019年シーズンを迎える。2018年にパッドンのコドライバーを務めていたセバスチャン・マーシャルはトヨタに移籍し、シトロエンを2018年シーズン途中で解雇されて、以来の参戦となるクリス・ミークとコンビを組む。テームス2年もコドライバーを変更し、ミッコ・マルクラに変えてマルコ・サルミネンと組むことになる。ダニエル・バリットは、 エルフィン・エヴァンスとのコンビを解消し、WRC2 で、かつた木元の小ドライバーを務める。エヴァンスの小ドライバーは2018年に、ブリーンと組んでいたスコット・マーティンとなる。トヨタは、第2戦にて、マーカス・グロンホルムが4代目のヤリス WRC で、出走、チーム名は、グロンホルムが、チーム運営をしている、GRX となる。また、 ヤリス WRC の開発目的で、第8戦に2017年シーズンの、レギュラードライバーの予報半二年を起用。同様に、トヨタ若手育成プログラムの勝田た木元を、第10戦と13戦に、ヤリス WRC で出走する。半二年と勝田のチームは、富巻年レーシング。ヒュンダイは、フル参戦の予定であったアンドレアス・ミケルセンが不審の、ため大四戦を出走を取り消し、 シーズン6戦のみの起用予定のローブとシーズン8戦のみの起用予定のソルドを同時起用した。また、ミケルセンは第6戦、第7戦、第13戦も出場しない。この影響もあり、ヒュンダイは第9戦にクレイグ・ブリーンを起用。小ドライバーは昨年までミイクの小ドライバーを務めていたポール・ネーグルを起用する。最終戦のオーストラリアはミケルセンが参戦と、 発表されたが、直前に、ブリーンに変更となった。カーナンバーも直前の変更であったため、従来の42ではなく18となった。M スポーツフォードは、第8戦より、スニネンのコドライバーを、ミッコヒルボレンのコドライバーを務めたヤルモレーティネンに変更した。昨年までヒュンダイに在籍していたヘイデン・パットンを、第9戦に適用すると発表。コドライバーは2017年まで、 パッドンの子ドライバーを務めていたジョン・ケナード。しかし、ラリーフィンランド開催3日前のテストで横転。マシンが修復不可能となり、出走を取り消しとなった。第14戦に出走する。エヴァンスは7月に開催された、ラリーエストニアにて負傷。第9戦から第11戦まで出場を見合わせた。第9戦は、グリーン・スミスが、エヴァンスのカーナンバーを背負い出走。 翌戦のドイツも出場した。第11戦はティデマンドを起用、ティデマンドは第12戦にも出場している。シトロエンは第14戦にて3代目の C3WRC を出走させ、マッツオストベルクをエントリーリストに表記していたものの、第13戦終了時点でオジェの年間チャンピオンの可能性が残っていた場合のみの条件参戦であった。 第13戦にタナックの年間チャンピオンが決定したため、オストベルグの出走は取り消された。また、シーズン中はエリック・カミリをテストドライバーに起用している。カクラリーの SS 合計距離の上限が従来の 500km から 350km へと削減される。フォーミュラ1やモートジッピーで使用されているシステムに、習い、ドライバーの固定カーナンバー制度が導入される。 2019年以前の WRC では、カーナンバーは前年度のチャンピオンシップ順位に基づいて決められていたが、新制度ではドライバーが自由にカーナンバーを選択することが可能になる。年間テスト日数の上限は従来の55日から削減され、各チームは年間42日のテストを許可される。WRC のサポートカテゴリーは再編され、 WRC3 が廃止されるほか、WRC2 内に新しいクラスとして WRC2 プロが設置される。WRC2 プロにはグループ R5 規定に準拠したマシンを使用するメーカーサポートチームが参戦する。従来 WRC3 に参戦していたグループ R2 及び R3 の2輪駆動車も引き続きラリーへの参加を許可される。 ポイントは1位から10位までの乾燥者に与えられる。マニファクチャラー選手権においては、各マニファクチャラーチームが指定する最大3台の車両にポイントの獲得が認められるが、そのうち上位で乾燥した2台のポイントのみが有効となる。また、2017年規定の現行ワールドラリーカーのみがマニファクチャラーポイントを獲得できる。パワーステージでは1位から5位までの車両に、 それぞれ5から4から3から2から1点のボーナスポイントが与えられるが、これらのボーナスポイントはドライバー選手権、コドライバー選手権においてのみ有効となる。w r c にプロ選手権は出場ドライバーは最低7戦に参戦し、一番多くのポイントを獲得したドライバーがチャンピオンとなる。ポイントシステムは RC1 クラスと同様。ありがとうございます。